こんにちは、チョメです。今日は軽量級のマシンの加速性能について説明をします。例えば準軽量でエッグウッドなら加速見てください。 1,2,3,4,4.75 です。これの 4.75 っていうのはいかに重要かっていうのをちょっと検証します。で、カートを比べるんだけど、わざとロケットダッシュはミスります。で、これで壁にぶつかるのがいくらになるのかっていうのを並べて検証します。これは加速性能が 4.75 です。ぶつかった時にストップしてます。こんな感じでですね。じゃあキャラクターを変えましょう。で、エッグウッドに軽量級を乗せたら加速は 1,2,3,4,5.5 以上になるんだけど、これは意味がないです。で、エッグウッドにマリオとか乗せてる人いるんだけど、マリオにしたら加速性能が 1,2,3,4.25 になります。これは M プレイです。加速性能を、4.75 にと、これは全然違います。天と地の差があります。比べてみましょう。こんにちは、チョメです。軽量級、準軽量、中量級、3つ取り終えたと思います。これで分かったでしょ。加速性能 1,2,3,4.75 の大切さ。だからエッグッドに準軽量級を乗せてる人が多いっていうのは今回の件ですね。だから軽量級乗せて加速を上げてもスピードがただ落ちるだけ。同じスピードなのにわざとスピードを下げてるだけ。だから軽量級を乗せる意味がない。で、中量級以上を乗せる乗せた場合加速性能が落ちます。比べたら見ると分かる通り、ほんとすっごい天と地の差があります。で、スピードは そこまで他に勝てない。で、エッグウッドの場合は打開を目指してどんどん行くからね、こっちの方が。で、もう一つおまけ、皆さんタルウッドはなんかキノピオとか軽量級乗せてる人多いと思いませんか。これも見てわかる通り、加速性能 1,2,3,4.75 です。この 4.75 は重要なんです。だからキノピオ、タルウッドにピーチとかデイジーとかヨッシーを乗せると、さっきみたいに、スピードは上がるんだけど、加速性能を本当すっごい落としてまで乗るかって話になります。だから、軽量級のタルウッド、準軽量のエッグウッドが流行ってる。これが主な理由です。こんにちは、チョメです。それと軽量級でもう一つ流行ってるカートがあります。このジェットサイダーと、今ね、チョメさんないんだよね、ワイルドレッドと、カイトはおすすめで。これは、なんて言うんだろう、加速が 1,2,3.75 だけど、実際赤タイヤにしたら加速は 4になります。4と 3.75 と4ってあんまり変わらないんだけどね。だからワイルドタイヤでも、ワイルドレッドでもいいんだけど、これは B ダレと同じ。この加速性能も 3.75 っていう数値もすごく重要なんですよね。だからマリオカートで加速って言ったら 3.75 と 4.75、 これを意識して、あと裏性能もあるよ。ウッドリングなんて流行ってるかというと、水中性能もいいし、オフロードもいいし、そこそこいいし、まあこのタイヤにはかなわんけどね、オフロードもいいし、性能がかなりいいんですよね、ウッドリングが。で、それに合わせてエッグウッドは水中が速いとかね、空中のカイトのやつとかね、いろいろあるんだよね、裏性能がね。見えないこの数値に隠れてる性能で組み合わせた結果、軽量級は、チョメさんは3種類おすすめします。チョメさんの、これの、ジェットサイダー、ワイルドレッドね、ワイルドレッド、で、カートはおすすめ。で、あとが、タルウッドですね。
これタルット、これもおすすめ。これね、なんか早い人はバサバサ回答使っている人多いね。まあどっちでもいいですよ。トメさんはピーチパラソルをおすすめしますけどね。あとエッグウッド、ピーチパラソルチョメさんをおすすめします。これ NI がしやすいなのね、ジノディノジャングルとかね。だから軽量でやるんだったらこのエッグウッドかタルウッドかジェットレッド、この3種類だとチョメさんは思います。ちなみに重量級だと2種類おすすめします。重量級ワイルドレッド、ないんだけどワイルドレッドねワイルドレッドで、これバサバサでもいい。これとあともう一つがコバレだね。コバレっていうのはコバルトレッドなかったわ、ない、あコバレね、レッドないけどね、ワイルドレッドないんだけど、コバレもおすすめですよ。これコバレは水中性能がねちょっと あるからね、これね結構上級者の人でね使ってる人はたまにいますね。だからはビーダレかコバレがいいと思います。では今回の動画は終わります。だから加速、今回の動画は 1,2,3,4,4.75 の加速の重要さ、 3.75 か、 3.75 と 4.75 の加速の重要さと、あとチョメさん的なおすすめのカスタマイズの紹介でした。じゃあね、バイバイ、ご視聴ありがとうございました。